北京、ロシア支援を決意。バイデン氏、来週 EU を訪問。安倍氏、習近平は台湾への野心隠さず。ロシアトロ、今週に台湾侵攻か。アメリカ軍司令官、台湾侵攻はインド太平洋版 NATO の誕生か。各位观众大家好，今日三月十七号星期四，欢迎收睇纪元头条，我系雪儿。ロシアのウクライナ侵攻が激しくなる中、ポーランド、チェコ、スロベニアの3カ国の首相が3月15日にキエフを訪問し、ウクライナへの強い支持を表明しました。これは戦争開始後初めて外国の指導者がキエフに入ることになりました。会談後に発表された声明によると、3カ国の首相は EU 理事会の代表として訪問したとのことです。今回の訪問は、シャルル・ミシェル欧州理事会議長と、ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長の同意を得ています。訪問の目的は、ウクライナの主権と独立に対する EU の明確な支持を示し、幅広い支援策をウクライナに提供することであると声明で示しています。一方、アメリカのバイデン大統領は24日にブリュッセルで開催される NATO 特別首脳会議のために渡欧し、ロシアに対する経済制裁、人道支援、紛争がもたらす課題など、ロシアのウクライナ侵略への対応について話し合うと、ホワイトハウスのジェンサキ報道官が15日発表しました。また、サキ氏は、今回の訪問は、NATO の同盟国に対するアメリカの約束が堅固であることを強調したと述べました。また、ニューヨークタイムズ氏は、今回の戦争が911同時多発テロ以来、アメリカの外交思想において大きな変化を促し、同盟国にも敵国にも使命感を持たせたと報じました。ロシアのウクライナ侵攻により、欧米は第二次世界大戦以降で、最も緊密な関係になったといいます。開戦以来、中国共産党の影の役割が明らかになり、欧米に警戒感を与えています。数日前、ローマで米中の外交官が7時間にわたって激しく交渉を行いましたが、その後、ある当局者が、両者はほとんどの時間をロシア・ウクライナ戦争と台湾海峡問題に費やしていたことを明らかにしました。アメリカ国営放送、ボイス・オブ・アメリカは、ローマ会談の後、アメリカ側は、北京がロシアへの支援を決定したと結論付けた、と報じました。報道によると、会談では楊潔チが、ロシア・ウクライナ和平交渉への支持を再度表明し、中国を今回の戦争の中立当事者に見せ立てていたといいます。しかし、アメリカ当局者は、北京が欧米の制裁に苦しむ、ロシアへの支援を決定し、会談後に、北京の新ロシア姿勢を変えることに悲観的になっていると言います。以前、イギリスガーディアン紙は、ロシアが中国から最も急いで購入しているのは、武装ドローンと様々な弾薬であると報じました。外部の分析によると、現在戦火はまだ激しいが、プーチン大統領の敗北はすでに確定しており、アメリカは今、戦争後の世界の構図に目を向け、EU と力を合わせ、中共による台湾への企てを止めるなど、中共を封じ込めることに注力すべきだと言います。次のニュースです。安倍晋三元首相は15日、北京の新たな軍国主義は習近平によるところが大きいとし、もはや台湾に対する野心を隠していないと述べました。ワシントン DC を拠点とする保守系非営利シンクタンクのハドソン研究所の日本問題を研究するライリー・ウォルターズ副主任らが14日に安倍氏にインタビューし、公式ホームページでインタビュー内容を公開しました。安倍氏は中国が軍事力を拡大し、地域の現状を一方的に変えようとしているとし、北京の新たな軍国主義は習近平自身の野望によるところが大きく、権力基盤を強化し、台湾への野望を隠さなくなっていると指摘しました。習近平の政治的勝利により、武力であれ何であれ、台湾への攻撃はそう遠くないかもしれないと懸念しています。あるロシアの情報機関の分析によると、習近平が今年の秋に台湾を全面的に接収管理することを計画しているといいます。ロシアの反腐敗サイト、グラグネットの代表者で人権活動家のウラジミール・オセチキン氏は、
ロシア連邦保安庁の特命アナリストが分析した内部情報を公表し、台湾について珍しく言及しました。分析によれば、習近平は再選を果たし、党内の権力を固めるために、対外的な勝利が必要であり、今年の秋に台湾を武力で攻撃し、国土を乗っ取ることを計画していたといいます。しかし、ロシアのウクライナ侵攻が発生後、国際情勢は大きく変化し、習近平が今週に台湾を攻撃する機会はもはやないとのことです。この報告に対し、欧州調査報道賞を受賞したジャーナリスト、クリスト・グロゼフ氏は、FSB の現役エージェントと元エージェントが、この報告は、FSB のアナリストによるものであることを確認したと述べました。最後のニュースです。中共がロシア・ウクライナの戦況を中止し、台湾侵攻を図る一方で、アメリカも中共の一挙一動に目を光らせ、警告を発しています。アメリカ太平洋空軍のケネス・ S・ウィルズバック司令官は14日、アメリカ空軍協会、ミッチェル航空宇宙研究所で講演し、中共に対し、ロシア・ウクライナ戦争から教訓を得るべきだと警告しました。I'm hoping that China will recognize that and realize that something very similar, you know, maybe even more robust would happen if they were to conduct some kind of unprovoked attack on one of their neighbors. ウィルズバック氏は、中共が隣国を攻撃すれば、太平洋に NATO のような組織が生まれるかもしれないと示しています。But, you know, some kind of unprovoked attack, inside of the Pacific, Indo-Pacific region, you know, certainly would provide some kind of solidarity for the nations of the Pacific to come together and oppose, something like that. So another, lesson that, you know, organizations, whether they're, you know, very, prescriptive like NATO or, you know, even ad hoc kind of organizations that come together for the purpose of a current event. 同氏は、ロシア・ウクライナ危機の際、中共がリスクの中で起こす、あらゆる目論みを非常に注視しており、アメリカ軍もそれに応じて軍事的な準備を行ったと語りました。I don't know if it's really changed the way we think about it because the foundation of our deterrence is readiness. We present dilemmas for them that we don't think that they can solve. But that's just one example. 一方、中共元総理、主要機のような引退した指導者も、外敵を作りすぎた習近平への不満を公の場で表明しています。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルは16日、中共内部関係者の話を引用し、最近主要機も含め、まだ発言力のある引退した指導者の一部が、中共指導者の規定の後続者制度を破る習近平に、公然と反対していると伝えました。報道によると主要機は内心、習近平の国営企業が増強し、民営企業が縮退する黒人民体政策や国有企業重視の姿勢に疑問を抱いているといいます。その他の元官僚らも、習近平が外で敵を作り、香港と台湾の一国二制度を内部で破壊することに不満を持っているとのことです。ロシアとウクライナの戦争が始まって3週間のうちに、世界の構図が変わり始めています。ロシアは戦火の中で再起不能になる可能性があり、欧米は第二次世界大戦後、稀に見る団結を見せ、そして世界の真の脅威は中共政権であることを警告しています。習近平がプーチンを助け、台湾を攻撃するかどうか、そして中国共産党が世界の包囲にどのように対応するかが大きな注目を集めています。今日嘅紀元頭條就到呢度，多謝收睇，歡迎大家留言，分享你哋對新聞內容嘅睇法。守護真相，永不放棄。我係雪兒，聽日見啦。